前回の続きなんですけど、ここの2階でトレーニングした後にこの1階のこのインドアスタジオでちょっと練習、トレーニング後に練習するんで、ちょっとその様子を皆さんにお届けできたらなと思います。まあ大したことしないんですけど、ただ打つだけなんだけど、まあその様子をねちょっとお届けしようかな。まあどんな練習してるかとかね、お届けできればなと思います。どうぞ。腕パンパンだよ、ね、けどね、これね、何球か打ったらね、はい、体慣れてくるから、ね、すぐ合ってくる。振るの辛そうですね。ね、はい、これ明日になったらもっと辛いです、ね、マジ痛いな。正しいグリップって何が正しいグリップって言うんですか。グリップの正しい握り方、グリップの一番正しい、まあ、正しい握り方っていうのはないんだけど、はい、まあ、基本的に言われるのがもうスタンダードなやつね、はい、スタンダードなやつはこれグリップのここあるでしょ、このスリクソンっていう、はい、このスリクソンのこの文字の上に親指、左の親指が来ます、はい、で、左手でここ構えます、はい、でね、今このやった時にこのここが中心としたら、はい、こう中心からちょっとこっち右、これなんていうの、右か、これから見た右、はい、右にちょっと右の方に親指をね、乗せるぐらい、はい、この拳が1個か2個ギリギリ見えるかなぐらいのところで左手をセットする、はい、で、そのこのここに V のあれができるでしょ、はいはいはい、V がこれをほぼ同じところにこの V ね持ってくる、はいはいはい、この方向とこの方向が同じところにこう持ってくる、はいはい、で、この真ん中から右に左の親指を置く、はい、で真ん中から左に右の親指を置くと綺麗じゃん。めっちゃ綺麗です。それがあれですか、これがまあ俺が思うスタンダードなグリップ、はいはいはい、で例えばフックグリップって分かる？フックグリップってこう上からこうかぶして、はいはいはい、ちょっとこの親指が右に行き過ぎてる、はいはい、こうやって行き過ぎてこうやって握る人、こういう人とかはやっぱりこう手をリリースした時に返りすぎるから結構、うん、ドローが出過ぎちゃったりチーピンになったりするし、はい、であまりにもこう上からかぶしすぎて、はい、左手も下から握って、はい、上からこうかぶしすぎて打つとうまく手が返せなかった、それから右に行ったりするから、はいはい、グリップって一番大事で、こう左手の親指の位置と右手の親指の位置、はい、これをスタンダードのところに持っていってスイングするのが一番いいですね、はい、なるほど。ただそのこういう球が出やすいとかそういう傾向になるんだよなとかいうときはちょっとグリップを見直して、あまりにこうフックグリップすぎたりとか、はいはい、それはちょっと直してやるとこうチーピンとかが出なくなったりとか、グリップでも全然変わってくるから、なるほど、意外とやっぱグリップってスタンダードな
のを知らない人って多いでしょ。はい。そうそう、最近ね、はい、俺普通に実費で買ったやつがある、はい、練習器具、はい、ニュー練習器具、ライブビュー、ほうっていうね、このこういうカメラなんやけど、はい、これマジ優れもんでさ、はい、これ、まあ、充電しといてもうめっちゃ軽いのこれ、はい、なんでポケットに入るぐらい、へえ、めっちゃ軽いやつなんだけど、はい、これね、撮った後ろに置いといて、はい、撮った映像がもうここで携帯置いてるやん、はい、携帯に流れる、ほう、ね、はい、これが瞬時にこっちにピュンっていって、はい、しかもこれめっちゃいいのが、これスティックあるやん、はい、スティックにポンとやって、スティックにつけれて、はい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 、この後ろの芝生にパンって刺して、確かに、で取って、はいはいはい、でできるわけよ、はあ、しかもね、この後ろにまあくるくるすんのあるから、普通のなんだろう、簡易的な、あ、なんかちっちゃい三脚あるよ、はい、で、まあ、どこでも置けるよ、はいはい、で、モードがあって、はい、こう音に反応して勝手に動画を録画してくれる、へえ、打ちました、はい、来て、ほら勝手にスロー再生してくれる、はあ、しかも動画も保存してくれる、へえ、すごいな、すごいですね、一人でできますね全部、そうそうそう、練習場とかさ、はい、一人で行くじゃん、はいはい、だから後ろにまあテーブルとかあるとか、そこにもうあれずっと置いとくだけで、はい、でまあ俺練習場の時は iPad 持ってちょっとでかくしていくんだけど、はいはいはい、iPad 前に置いてもうあれ置いて行くだけ、はい、打つとこうやってもうすぐもうこうもう自分で見れるわけ、お、俺こんな音に上げるようになったんやそう、すぐこうやって見れる、ほう、ね、これを、うん、誰かに動画撮って、そうそうとかもういらない、いらないですね、もう時代が違うんですよ時代の最先端行ってますね、最先端ですよこれ、でも良くないこれ、いやめっちゃいいですそれ、ね、はあ、こうやって線も入れちゃい入れるわけよ、はぁー、ね、はい、あ、え、すげえ、あとここに合わせて、なるほど、やってパンって打ったの取ったらまたここに映るわけよ、とか線とかも丸とかも入れちゃい入れるわけよ、はぁ、あ、すげえっていう便利なやつ、めっちゃ便利ですね、これさ、でも良くない、はい、それは買いですね、ね、はい、で、変な操作もいらないし、携帯とつなぐだけだし、はい、Wi-Fi で効率のいい練習ができますね、そうね、はい、これライブビュープロ、ライブビュープロおすすめです、はい、ということでですね、今回はこのグリーンモンスター、前回はトップアップボディということで、このグリーンモンスターは講師が藤島豊和さんと僕もめっちゃ親しくさせてもらってる先輩がここでレッスンしてるんで、まあ概要欄貼っとくんで、そこを見てもらって、もし興味がある方は連絡さしていただいて、レッスン受けるなり、トレーニングするなりしていただいてですね、ぜひ活用していただければ、たまに僕もいると思うんで、ぜひ活用していただければと思います。今回はこのグリーンモンスター使ってのゴルフ動画でした。あ、
そういえばちょっと開幕まで時間ありそうなんで、俺も一発レッスンしちゃおうかな。おお、どう思う？いや、ぜひやるべきだと思います、それは。ちょっと1時間いくらかとかちょっとここでは言わないですけど、まあ、ちょっと高めなのでちょっと覚悟はしといてくださいまあっていうのは冗談ですけど、まあ、ちょっと開幕まで時間あるので、まあ、僕にちょっとレッスン習いたいとかいう方はですね、問い合わせしていただければ、僕のそのスケジュールを合えばですね、スケジュールと合えば、僕のスケジュール休みと合えば全然レッスンしてもいいかなと。普段こういうことしないんですよ、レッスンとか。今までも特別ですね、今までもしたことないし、はい、だからまあしても、僕にレッスン受けてもいいですよっていう方は、ここのグリーンモンスターの概要欄に連絡先貼るので、そこを見ていただいて、ここにお問い合わせしていただいて、神妻仁一郎のレッスンを受けたいんですけど、でもいいですし、まあ、僕じゃなくても、藤島豊和さんのレッスン受けたいんですけど、でもいいですし、まあ、連絡してていただいて、今回特別にちょっとレッスンしようかなと思いますんで、まあ、1人1時間ぐらいかな、まあ、結構みっちりだよね、はい、1時間みたいな。なかなかないですよね、こういう機会は。いやー、したことないね、はい、もうツアー来るのかな。いや、来ると思います。そうそう、はい、来なかったら寂しい。僕行きますっていうわけでですね、はい、ここのグリーンモンスタートップアクスボール、連絡していただければ、ちょっといろいろスケジュール見ながらやりますので、ぜひ連絡してください。というわけでご視聴ありがとうございました。